御神木みたいのがあるんだけど。縄でも巻いてあるの？ちょっと遠目だと分かんないな。あと漂流船があるな。あの漂流船ね、なんか炭酸水かなんかあったと思うな。漂流船というかヨットだな。迷い込んだ人がいるのか、他にも。生存、え？またくじいた。おぉ、それは完全死亡。あいつ死んだら、あの、拠点に戻るはず。死亡画面がさ、でーん。でーんって、なんか画面、背景ただ赤で塗りつぶしたところに自分が倒れてて。めっちゃ右肩クンクンされてた。そういうもんだから。あーっと酒が落ちてる。あー、アイテム死んだとこに全ロスとか。そうです。斧もなくなんだ、辛すぎるだろ。早くこっち来てくれよ。不思議な光景が広がってるから。いやー、腹減りがすごいのかな、これ。全然体力回復しに。あの、インベントリのね、インベントリというか、まあ、インベントリか。左上に、まあ、バッグがあると思うんだけど、バッグのすぐ下に薬を持ってるはずだよ。あ、それも落とした。あ、そっか。おかしいな。別に食人族に襲われたわけじゃないんだけどな。これ何も持ってない状態で戦うこともできないじゃん。あ、亀いた。めっちゃ亀いる。よっしゃ。おり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 ゃ。お。よっしゃ、コーラゲット。コーラって何個まで持ってたっけな。あー、亀の首。ちなみに亀からは肉も取れるよ。亀肉。前のかは知らねえ。ああ、甲羅は一人一個しか持てないね。あ、でも早くこっち来て持ってくれ。いやー、ちょっと足遅すぎる。なんだこれ。おー、手がかりがあるよこっち。急いで来てくれ。手がかり。手がかりがあった。第一手がかりだわ。ちょっと待って、俺ようやく自分の死体にたどり着いたんだ。で、あの、ここに今カメラの亀の甲羅が一つ落ちてるから持ってってくれ。食料いる？うん、いる。わかった。こうやって、はい。なんか、あの、それで言ってなかったけど、あの、うん、死亡してリスポーンするとね、人物変わるんだよね。ねえ、そう。今度あの、坊主になってるよ。ほら、一つ持った？ほら、も、あれ、持ったはずだけど。まあ、ここにも落ちてる。オッケー。で、手がかりなんだけど、こっちに来てほしい。拾って見れた？あ、見れた。まあ、手がかりといっても、まあ、そこ、そういう感じなんだけどね。うん。まあ、何の墓なんでしょうね。お前、お前何してんの？前々からここ、なんでサメが、サメかこれ？サメだよね。打ち上げられてんのかよくわかんないよ。ヨット見に行こうぜ。泳ぎも無限にできる感じなの。確かね。はい。
あ、早速。ヨットの雑誌、手がかり。金があるぞ。うわ。あれね。生首、生首、汚ねえ。汚ねえ。手がかりたくさんあるね。エアボンベ。あ、足4本生えてるよね。あ、それね、割と重、まあ、重要といえば重要な手がかりになり得るよ。うん、鍵かかってるし、カードロックみたいな。そう。あ、ね、ここの手がかり見た？テーブルの上に今あったんだけど、牛乳パックみたいな。あ、そう、それ。ミッシング。今、主人公の息子が行方不明じゃん。うん。同じように行方不明になってる人がいるっていう記録なんだよね。あー、探しに来たのか、これ。不思議だよね。もしかして。同じように行方不明になってる人がいるっていう。あー。で、一応ここはセーブポイントでもあって。あ、しかもここで朝迎えることもできるんだよ。そうだね。はい、ここは割と手がかりの宝庫で。あの丘の上の木気になるね。あれ、ああ、なんかあんね。行ってみるか。まあ、というか、この辺で夜を迎えてしまったら、ヨット来ればいいか。ヨットこれ目印でつけれればいいんだけどね。つける方法はある。ある。どれだっけな。あ、これだ。これ、この辺には作れないか。あ、なんか間違った。クラフトのアイテムで木の棒を立てれるんだけど、うん、あの拠点の家のマークと同じように色を割り当てることができるんだよね。うん、マップ上にずっとハイライトさせる形で。うん、で、俺、海に変なレシピ作っちゃった。これで、こうかな。はい。見える？これ。ああ、見える。まあ、こういう感じで、まあ、緑のフラッグ立てとくか。こっちにもキャリーケースと布がたくさんあるね。布は後でとても役に立つはずだから、キャリーケース見つけたらもうどんどん回収した方がいいよ。OK。あと、ポーションも入ってるしね。あ、回復できる。そうそうそう。どこ行った？ん？どこ行った？でっかい木のとこ。あ、ほんとだ。登れねー。よいしょと。よいしょと。ここも登りにくいな。待って、これ登れなくね？はい、いや、頑張れ。くっ。ああ、ダメだわ。おとなしく、向こうから。登れねえ。黙ってこっちの丘登れ。絶望的に木材とかの素材はないけど、食人族からの攻撃で籠城しやすいのはこの辺だよね。この辺？この丘の上。攻撃は撃退しやすそうだけど、うん、まあ、どっちみち木材が集まんないからダメだね。確かに。ああ、落ちてちゃった。あら、この辺もキャリーバッグいっぱいあるな。あれ、飛行機の上、先端じゃん？違う。え、どれ？違うか。はい。いや、こっち側の。ああ、ほんとだ。なんか違くね？なんかあるんだよね。ボートを作れた気がしなくもないけど。あそこまで行くのだるいな。あそこまで行くのはだるいね。で、でっかい木。なんか手がかりかなんかあったっけな、これ。あ、キャリーケース。え、ここにキャリーケース。あ、服がある。手がかりないっすね。なんもない。
おかしいな。なんかあった気がしたんだけど。近くのキャリーケースから新しい服をゲットできるってだけだろ。今俺どんな格好してる？半袖になんかジャケットなのかな。それはあなたもそうだね。普通の冒険者みたいな格好になってるんだけど。あのこっからさ、あの雪山見える？奥の。ああ。向こうの方面にも行けるんだけど、あっちまで近づくには、あのなんだっけな、ウォームアップファッション、ファッションではないな、防寒着が必要になるはず。寒すぎんのか。テントあるね。あれ、これもしかしてセーブポヒントになる天才。あ、でダクトテープ、鍋あった。鍋があった。あれ、鍋って何に使えるんだっけ。あ、水の回収だ。だけどあの拠点の近くに水たまりっぽいところはなかったよね。なかったね。なんで丸太持ってる。丸太じゃん。上手だが。いや、殴ってたら頭取れちゃった。今日はとりあえずここでターンを取るか。おで、そう、あのヨットからエアボンベを手に入れたんだけど、これも役に立つ時が来ます。エアボンベがあるってことは、うん、潜水がそのうちできるということで。おはい。鍋持ってるし。これ肉を焼肉肉、これ煮込んで、これ直火焼きと鍋で焼くのと何が違う。変わるんかな、わからね。あー、でそうだ、さっきヨットから、うん、あれ、あいつの間にかカセットプレイヤー手に入れてんな。カセットプレイヤーが手に入ってて、今カセットも持ってるから、今2つ2枚カセットを再生できるね。すごい。これどうやって再生するんだ。こうか。お、音楽。音楽だったわ。え、じゃあこっちも音楽か、これ。あ、音楽かよ。なんだよ。ちょ、もういい。俺はあの、なんか人の気…あれ？鍋なくね？鍋落っこしてる。え、しどこ行った？お前、またやった。飯ロスト？あ、何をやってるのかね。じゃあ一回とりあえず朝にしよう。うん。カセットテープ一生流れるよ。ああ、それあのもう一回押したら切れるよ。これいつ焼けるんだ。もうちょっと待たないとダメか。直火焼きでよかったんじゃね。わかる。はい、じゃあぬい。うん。あ、まとめて食ったのかな。じゃあやっぱ直火焼きした方がいいの、こうやって。ああ、ちょっと鍋どけろ。出ておけんの。海入れ。ちょ、
消えてないけど、あ、消えた。お前さ、どんだけ壊したら気が済むんだ。飯食った？鍋取りにくなって食ってない。鍋取れるんだけど。じゃあもうスナック持ってるでしょ、どうせスナックね。ある。なんで？多分ヨットにあったからじゃない。ああ。もうちょっと探索してみるか、せっかくだし。手に入ったものが多いから、ロープとかトラップはこれで全開にできるな。うん、なんかまたでかい木がある。切れない。なんかある。さすがに切れない。っていうかまだ洞窟の入り口を見つけて、あれ見つけてないね。前はあっさり見つかったんだけど。あ、食人族いる。思い出した。僕は初見で遊んだ時、この辺が飛行機の墜落地点だった。なんかコンテナあるじゃん、飛行機。うん、あれも手がかり。お、ちょ、お前登るの、こいつ登るのか。先こいつやっちゃおうぜこいつ登ってるやつ聞いたわ。じゃあどうなの。落ちるんじゃね。ほい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 。待ってよ。お物は消毒だ。あ、すぐ消えちゃうんだこれ。よし、持てる分だけ手足を持ってくか。まだ日数的にボスとかが現れる時期ではないか。なのかな。その矢倉はなんか手がかりあったかな。ロープ登れるのか。登れるのか。なんかある？なんもねえじゃねえか。だいぶ。はかな？飛び方がシュールすぎる。コンテナ見てみるか。うん。あ、待てよ。じゃあこの辺ね、水たまりがあるね、確か。鍋を使えば水が回収できたはずだよ。海からじゃダメなの。海水だぞお前。いや、そうだけど。さすがにね。ええやん。よくね。沸騰させればええやん。塩になるよ。ああ、ロープあるけど取れない。わあ。わう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 わ。グロインジャん。このコンテナはね、あ、結構あるな。何が入ってんだっけ。あ、ちょ、あ、電子部品かな。回路基板。え、何に使うんだっけこれ。回路基板。回路基板が入ってて、どれかのコンテナには手がかりがあったはず。これかな？あった。見てみて、これ。うん。見てみて、この手がかり。でか。サハラ。サハラ、注文書。なのか？そう。何の手がかりだったかは分かんねえや。そのコンテナは沈んでるし、この海辺をね、ずっとこの道なりに進んでいくと見えるかな。見えるかな。向こう見える。
やぐら？そう、やぐらのまたもうちょっと奥の方、海岸沿い、山？山のちょっと下。あ。ちょっと、まあ、見にくいんだけど、食人族のね、お家があるんですよ、海沿い。見える？描写距離短いから俺見えねえのかな。お家？ああ、見えた。そう、あれがまあ一応、まあね、根城というわけでもないけど、ぶっちゃけただの家なんだわ。あの辺は食人族が現れやすいっていう場所。りました。お洞窟。ただ、ちょっと待ってよ。まだちょっと行くの早いな。目印だけ立てて、一回アイテム整理に戻らん？まあ、ここ別に目印立てなくても、わかるからいっか。つか、どうせここに来る途中にまた洞窟の入り口見つけられるよ。おお、帰るかいいか。